もっと聞いてね MBS。 本当は構ってほしいけど、果たしてお役に立てようか。夜のしじまに出会った我ら、おそばにそっとで結構です。福島信弘のどうぞお構いなく。皆さんこんばんは、 MBS アナウンサーの福島信弘です。福島信弘のどうぞお構いなく、今日は102回の放送です。先週は会計の歴史というものをお送りしました。自分でその後放送を聞き直しまして、これみんなどのぐらい楽しんでくれてるだろう、僕は楽しいけどと思いながら聞いていたんですが、今日はラジオ技術をですね、皆さんにご紹介していこうと。ラジオのスタジオにあるミキサー卓って分かりますか。こう音を、混ぜるわけですね。マイクから、いろんなマイクから入ってきた音をこう混ぜて、でそのそれぞれのバランスをこう調整するという機械があるんですが、そういうものについて教わったり、マイクの質とか、スタジオがどうなったとか、ちょっと改修工事があったものですから、そのあたりを深く聞いていくんですけど、どれぐらいの人が興味あるんだろうなというのは正直不安なところではありますが、まあ、この後ねたっぷりお届けいたします。この番組では番組へのご意見、極楽リクエスト、もやっとお待ちしております。お便りを紹介したすべての方に番組オリジナルのおかまちゃんポストカード、飯炊き釜のキャラクターですが、こちらをお送りしております。宛先はおはがきの方、郵便番号 530-8304、 MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで。メールは fuku@mbs1179.com です。ファックスは大阪 06-6809-9090 までお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。もう102回でしょ。こう過去の放送、この間生放送の時に見返したじゃないですか。まあ、私も自分で選ぶために見返しましたけど、まあ好き勝手やってるなっていうね、こんな好き勝手やってていいんだろうかっていう、自分の家の本棚見てるみたいでしたからね。本当にまあそれでも皆さんが楽しんでくれていると本当に信じて、そのもう信念だけでお構いなくお送りしております。それでは極楽リクエストをここでおかけいたしましょう。西宮市のタコタコさんからいただいています。極楽リクエストは森高千里さんの渡良瀬橋です。いいですね。当時連絡を取るには手紙か公衆電話しかなく、公衆電話からかけた電話は寮母さんの取り次ぎを必要としたため、10円玉の落ちる音を聞きながら声が聞けるのを待ちました。もうちょっと自分に勇気があったらなと思います。縦笛の音色で当時の情景が鮮明に蘇る歌ですということですね。森高千里さんの渡良瀬橋、私この渡良瀬橋に行ったことありましてですね、地元の人たちはまあ鉄橋って呼んでましたね。その周りにもともとは木でできた橋しかかかってなかったらしいんですけど、初めて鉄でできた橋が渡良瀬橋で、地元の方々にとってはすごく思い入れのある橋のようですね。八雲神社にも行きましたしね。あと公衆電話ですか、散髪屋さんの前にある公衆電話から、市役所に電話をかけましたね。渡良瀬橋のあるあれは確か足利市かなんかだと思いますよ。足利学校が近くにあったけど、前だけ通って中に入らなかったのを記憶してますんでね。夕日の綺麗な場所でしたね。それでは森高千里さんの渡良瀬橋をお聞きいただきましょう。森高千里さんが平成5年に歌いました渡良瀬橋をお聞きいただきました。この渡良瀬橋に登場する八雲神社は火事になりましてね、建て替えをして、でまあ、ちょっと規模は小さくなってるんですけど、この参道のところに絵馬をかける、なんていうのかな、山みたいなものがあって、でそこにやっぱり森高千里さんのファンの方が毎週のように今でも足を運んでいるようですね。渡良瀬橋のたもとにはですね、歌碑が立っていまして、スイッチを押すと流れるんですが、このスイッチのボックスが信号機のボタンを作ってるメーカーが出してる箱だというのが私の持ってる渡良瀬橋トリビアですね。それぐらいの知識でやっております。近所にある酒屋さんでは渡良瀬橋というお酒も売っています。私が知っている渡良瀬橋の知識は以上ですが、どうぞお構いなく。福島信弘のどうぞお構いなく。
もやっと投書箱。怒りほどの高ぶる感情はないけれど、言わせてもらえる機会があるならぜひとも言いたい、そんな生活の中で感じる違和感のような何かモヤっとしたものありませんでしょうか。このコーナーではモヤっとの集合体たるモヤっと投書箱を開けてご紹介してまいります。パートナーは夜更かしイエローの信宗さんです。どうも、松竹芸能から参りました夜更かしイエロー信宗です。よろしくお願いいたします。信宗さんへ、はい、まあ、もやっとすることがたくさん来ておりますね。はい、ありがとうございます。いつも、ね、途切れることなく送ってきていただいてるんで、ね、このコーナーの主人公はやっぱり信宗さんなのかな。そんなことないでしょ、もうリスナーさんですよ、それは。私はちょっと今だからふと思ったんですが、はい、これ別にメール毎回私が読んでるけど、信宗さんが読んでもいいんじゃないかなっていうことを思うんですよ。あ、なるほどね。だって信宗さんが唯一出てくるコーナーでしょ、うん、なんかちょっとお客さん気取りじゃないですか。気取ってました。今なんか言ったらもうもやっと自分は牛耳るぐらいの気持ちでやっぱりやんなきゃいけないじゃないですか。このコーナーは僕のコーナーやと。そう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 、ガンガン回していくぞみたいなという、ね、普通はだからそういう時って自分でメールとか読むんじゃないかなと今ふと思ったんですけど、ただね、僕の原稿読みの下手さをね、見くびったらあかんと思う、だからラジオ技術でね、そこをどうにかカバーしてもらわないかな。できるか、そのできるかもしれないけど、できるかもしれない、後で聞いてみましょう。そうですね、神戸市の垂水区にお住まいのあずパパさんからいただいております。ありがとうございます。コンビニでフライドチキンを買いました、はい、店員さんの袋の入れ方にもやっとしました、はい、フライドチキンを専用の紙袋に入れて、うん、2つ折りにしてセロハンテープを貼ってくれます、はい、まあ大体そうですよね、はい、でそこまではいいんです、いいんですが、はい、フライドチキンの袋は真ん中あたりにミシン目があって、でありますね、そこから袋を開けて食べるのですが、まあ、そういうの多いですよね、はい、ちょうどミシン目のところにセロハンテープを貼る店員の方がいます、はい、いいんだけどミシン目にはかからないようにしてっていうもやっとですなるほど、剥がしゃいいだけの話ですけどね。つまりあれですよね、紙袋の真ん中あたりにちょうどこう、はい、破るとこあります、破るとこあった、はい、だから言ったらガバッと外して持ち手が一応できるっていうことよね、はい、うんうん、でそこのところにちゃんと切れやすくしてあるのに、わざわざ切れにくくしてるという、し直すんかいということですね。あ、それ、あ、まあ、確かにもやっとするかな。僕はともやっとするのが、そう、フライドチキンとかを入れる方向に、フライドチキンをこうミシン目に沿って取るでしょ、紙を、うん、それを捨ててパッと見たらね、フライドチキンの足が上に来てるんですよいや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 、これはちゃんと足は下にしといてよって思う。ああ、だからそれは間違ってんじゃないですか。え、そのパッて捨てたでしょ、外して、うん、捨てた方で取らなきゃいけないってことでしょ、だからそれを。いやいや、これ捨てた方の方がちゃんとこう持ち手のとこになってるって、なるように。でもよう考えて、捨てた方の持ち手には下穴開いてますからね。そこテープで止まってんじゃないんですか。油垂れていきますよ。あ、そっか。なんでちょっとあの口で汚れない、足を持って口挟みながらこうやってちょっとずつ回転させて食べるとだいぶもやっとしますけどねまあ入れやすいからね、店員さんからするとね。あ、そっか、絶対こうね、足の先の方が手前に来てるでしょ、うん、だそうそうそう、美味しそうに見えますもん、そっちの方が、うん、そうですよ、まあ、向こうの手間考えるとその方が楽かな、まあ、まあでもちょっと確かにね、うん、どうせそこのミシン目入れるだけの繊細さがあるんだったら、その向きもちょっと上手にやってよっていうのは確かに思うな、あるかもしれませんね、はい、あともうあれですね、コンビニで言いますと、はい、サラダとかについてるドレッシングとか、はいはい、あとカップラーメンの中に入ってる薬味の袋、うん、開けられる開けられない論争ってあるじゃないですか、はいはい、あの技術ってある時ガーって伸びてどこからでも開けられますになったんですけど、あるある、そこで止まったよね。どこからでも開けられますから先にも進んでなくて、どこからでも開けられますの、その開けやすさの進歩がないですよね。どこからでも開けられるんだろうけど、その開けた時のこのペリッと感っていうんですか、そこの突き詰め方っていうのはもう止まってます、ね、そっから進化がしてないという、うん、なるほど。あれはちょっともうちょっと僕は努力してもいいかなと、その声を大にして言っていいんだけど、十分といえば十分なんだけど、はい、まだいけんじゃねえかっていう、もうちょっと伸びるよ君、もうちょっといけるんじゃないかっていうもう一歩頑張ってみようよっていう、ね、高止まりの状態が続いてるんですよ ね。西宮市の西宮のまっちゃんさんからいただいています、はい、私は銭湯が好きで休みの日によく行くんですが、はい、そこで毎回同じおじいさんに会います、はい、そのおじいさんは洗い場がガラ空きの時でも必ず私の真横に来て体を洗いますなんかもやっとします。喋りたいのかな。でも喋るわけでもないんじゃないですか、この感じは。
でも喋ってくれるのを待ってる状態じゃないですか。で向こうのおじいちゃんも多分毎回同じ人と会うなって思ってるはずなんですよ。気づいてる、はい、で向こうからその喋るきっかけを与えるために隣に行ってるっていうのかもしれないですが、うんうん、裸の状態やったらなんか怖いですよね、全く知らん人と喋る。でもこれひょっとしたらあれじゃないですかね、銭湯全盛期みたいな、はい、銭湯は今の何倍も活用されていた時代ってやっぱあるわけでしょ、神田川の時代。そう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 、でその頃の人たちからすると、はい、いくらガラ空きでもこの後いっぱい人が来るという前提で使うから詰めて座るんじゃない。あ、そういうこと。そのだから当時の名残なんじゃない。その時に身につけた礼儀作法がまだ生きてんじゃないですか。これは詰めて座りなさいという。そうそうそう、なんでそんなその広いからといって広く使うんだと、うん、もっとこう詰め詰めでいかんとダメだろっていうのがあるんじゃないですか。座ったらええやん、好き。そうだから、そのおじいさんだから。あ、なるほど、もう変えられないんだ習慣を。この後もいっぱい人でも何も考えてないんですよ、別に深く理由とかないんですよ、こういうの。あ、そうね、うん、まあ、そうされてちょっと嫌だったら一つずれたらいいだけですからね。そう、こっちがね、うん、その時にもう一個詰めてきた時は何ですかって聞いて それはめちゃくちゃ怖いな。それは聞いていいと思います。怖いな、うん。泉南市の43歳、コーヒーシーソーさん、はい、からいただいています。ありがとうございます。こんばんは。先日職場の後輩と飲みに行った時のことなんですが、はい、後輩が LINE の友達の名前を変更して、はい、その人のことをあだ名で登録して遊んでいることが分かりました。まあ、はい、怖い先輩はダース・ベイダー、優しい先輩は仏、はい、いつも一緒にいる仲のいい同期はスネオ、ジャイアン、静香ちゃんなどと登録していました。へ、僕のはと聞くとカズさんですと言われました。普通に名前通りに登録されていてそれはそれでいいのですが、なんだかモヤっとしました。ちょっと距離感を感じますね、うん、いい遊びじゃないねこれね。そうです。ただ僕はその逆ですね。LINE の名前あだ名とかでみんな登録しすぎじゃない。お、分かんないのよ、後で見てもこれ誰やったかなって。あ、確かに女の子とかね、アルファベットで名前だけアイコとかして、うん、両側になんか変なマークついてるとかして、そう、ほんであの写真を見て確認しようと思ったら女の子が数人よって誰だよどの人だよっていう、ね、分かんないんですよ。でまたそのちょっと持ってるんかな、その写真で、うん、白く飛ばしてみたりとかして、うん、目が大きく開いてね、うん、そうそう、もう分からない、原型をとどめてないのよ、うん、だから僕そういう人は会った時に LINE の名前を変更するようにしてるんですよ、はいはいはい、すぐ分かるようにちゃんとした名前ね、はい、うん、例えばバイト先の子でもシフト変わってほしい時ね、うん、あのそれが分からないとすごい致命的なんで、誰と変わってほしいのか分かんないからね。でこれってね、 あまり知られてないというか、うん、気づいてない人いるみたいですね、名前変更できるっていうと。あ、 LINE の、 あの機能としてね、はい、うん、あの名前の横に鉛筆のマークがついてるんですよ。でそこをポンと押していただいたら、ええ、あの名前を変更できるんで、だからぜひ活用してみてください。そういう方向に転職しようとしてるんですか。いやいやいや違います。そういうスマホ芸人みたいなことになろうとしてるんですか。もういてるんですよ。いるでしょ、 iPhone 芸人。勝てないでしょ、だってどうやったって。もう勝てない、じゃもう Android 芸人になろうかな狭い範囲で戦おうとしてるな本当に、はい、まあ、でもこれはあのやめた方がいいね、こういう趣味は ね、 そうですね、あんまりね良くないですよ。だって怖い先輩ダース・ベイダーでしょ、うん、優しい先輩は仏でしょ、うん、でもこれベース2人ともちょっとバカにしてるってことでしょ。そうやね、仏に関しても仏なんて世話になったら先輩なのに、うん、ちょっとバカにしてる。バカにしてるね、これは。何言ってもいい人みたいなことでしょ。一回あの後輩に自分のことをどうやって登録してるって聞いてみたら、あ、面白いかもしれないですね。そうですね、皆さんもね、うんうん、この方はカズさんと登録されて、これはちょっとまあなんかいじられたかったなっていう気持ちはあるんでしょうけどね。いじられたがりなんですかね。そうでしょう、だって、まあ、あと言えるかっていうところもあるよね、後輩からすると。そこになんかもう金髪舞台ロみたいな登録してた時にはもうえらいことですよね。そっか、それ口頭で報告してるから、ひょっとしたら ね違う名前入れてたかもしれない、ね、かもしれませんね、はい、分かりませんが。野沢さん、なんかもやっとしたことありますか。はい、私最近NHK に前説で行かせていただくことが何回かありまして。そんな仕事あるんですか。はい、ありがたいことに。へえ。そこの番組でこう前説させていただくんですが、僕鉄板がありまして、はい、あるんですか。鉄板が。鉄板がありますよ。野沢さんがどうやったって受けるやつっていうのがあるんですか。受けるやつというか、そなんかへえって言ったら会場が湧く。へえ。これはね、僕の名字変わってまして、はい、信宗っていうんです。日本で30人しかいないんですよって言ったら、会長が珍しいなっていう感じになるんですよ。ああ、これだけでちょっと湧くんですね。へ、でそれ
やったんですよ、鉄板ですから、はい、僕信夫って言って、日本に30人しかいない変わった名字なんですよって言っても反応がちょっと薄いんですよ、うん、あれこれおかしいなって、いつもやったらあの反応あんのに、うんうん、普通埋設を続けていったら他のところでは結構盛り上がって受けるんですよ、どっかんどっかん、うん、えどっかんどっかん受けるんですよ、どっかんどっかん受けるの、はい、でもそこだけの反応おかしいなって言って、あそれではあの番組始まりますスタートですって言ったら、はい、メイン MC で銀シャリのうなぎさんが出てきたそれはちょっともやっとしますね、向こう8人なんで、ね、どうか、そうですね、どうやったって叶いしない、叶いはしない、なんて叶いやしない、叶いやしないですか、ね、はい、あいやそれは受けへんわな、それはいけませんね、陳明さんがいないところで戦っていくしかないですね、そうですね、はい、あと最後の大事なところで失敗しないっていうのも大事かもしれないですね、皆さんあの失敗しないように前室のお仕事ください、もやっとするものすごくもやっとする失礼いたしました、以上もやっと投資箱のコーナーでした、ありがとうございました。福島信弘のどうぞお構いなく、特別企画ラジオ技術の世界第2弾、祝新ラジオスタジオ徹底解剖ということで、今回はお送りしてまいります。2018年の3月の5日月曜日ですね、 MBS ラジオは新しいスタジオが完成いたしました、まあ、自社制作率が大変高い MBS ラジオなんですけども、まあ、早朝から深夜まで、まあ、帯番組ですね、ベルト番組は全て本社のアルファスタジオとベータスタジオというこの2つのスタジオですね、順番に入れ替えながら、まあ、いわゆるテレコでお送りしております。てんこ盛りはベータでやって、ありがとうはアルファスタジオ、そして愛してがベータで、こんちゃんがアルファでと、こうあっち行ったりこっち行ったりするわけですね、はい、というふうにまあ放送しているんですが、次は新福島という私が担当しております番組はベータスタジオで放送しています。でお構いなくはですね、地下にあるスタジオでお送りしていたんですが、たった今上に上がってまいりました、まあ、スタジオにいるのにですね、外で録音するような格好で、ピンマイクをつけてお送りしているので、まあ、正直ちょっと変な感じですね、すごくちゃんとしたマイクがいっぱい置いてあるのに、こうなんかロケみたいな感じでね、変な感じがしています。それではここからは解説していただく人をご紹介いたしましょう。この番組2回目の登場となります、株式会社毎日放送ラジオ局編成部部次長の藤田康成さんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、ご無沙汰しております。ご無沙汰しています。前回はラジオカーの世界ということで、ね、うん、はい、お送りしましたけど、はい、藤田さんその時には散髪をしてね、はい、来られましたね。すみません、今回ちょっと行きそびれまして髪の毛ボーボーのまま来てしまいまして、まあラジオですので何の問題もないと思いますけどもそれよりも今回僕ちょっと惜しかったなという悔しい思いがありまして、はい、今回放送が102回、そうなんです、100回もうちょっと早かったら、僕らの工事が早く終われば100回の放送で出れたのかなと思ってちょっと惜しかったなと思ってるんで、そうですね、ただ100回記念の放送はこのベータスタジオから生放送でお送りしたので、はい、実はもうお世話にはなっているということなんですが、ならよかったです、はいはい、具体的にどういうふうに変わったのかなどは私は全くわからないままに、なんかマイクの形が違うなとか明るくなったかなみたいな、うん、そのぐらいのイメージでいるんですけれども、はい、そして今日はあとお二人いらっしゃるそうですね、はい、はい、このスタジオの工事システム設計から深く関わっていただいた、はい、放送映画制作所の小池雄二、はい、そして小池と申します。よろしくお願いします。阿部正人、阿部と申します。はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。お願いします。お二人がほとんどこう設計なんかをされたってことですか。そうです、メーカーの選定からですね、はい、限られた予算の中でどういったものを導入していこうか、はい、どういう作り、皆さんの希望を叶えるためにどういう風なものを入れて、うん、どう使っていこうか、そういったところをいろんな聞き取り調査からメーカーとの打ち合わせですね、はい、重ねて構想丸2年。え、そんな前からあったんですか。その話実は2年も経っておりました。はい、全く知らないままに、おりました。あ、年表というか、まあ、ざっとしたもの、計画書ですね。これ本当だ、2016年5月から始まってますね。更新に向けて担当を決めたのが5月ですね。5月にやりまして、で他の放送局の見学本当だ行って、他局見学、新しいスタジオを作ったところを見せていただいて、いいところを取っていこうと、へ、そういった作戦ですね。 RCC とか、はい、RKB、はい、まあ、系列局のところを見ているということですね、はい、両方行かせていただきました、はい、新しいミキサー入れたって言ったらちょっと伺わせてくださいっていうお願いしながら、はあ、これ結構大変ですね。はあ、制作担当者へのアンケート、
他のメーカーミキサーのデモ、はあ、マイクのデモ、全部のこう機材についてかなり細かく見ているんですね。立ち会い検査は1泊2日、はい、はあ、実際の機器をメーカー工場にて動作確認を実施。え、これ立ち会い検査1泊2日というのは、これどういうことですか。これ、ここのミキサーっていうのが、ええ、その工場で作られてるわけですよね、はいはい、で工場で検査もされてるんですけども、ええ、実際にあの広い場所に置いていただいて、はい、血栓もされて実際にマイクも喋れるような状態にしていただいてて、ええ、で本当に僕たちが求めてる動きをするのかどうかっていうのをもう現地で試してみる。へー。で仕様と違うところは、あ、ここは本当はこうしてほしいんですとか、あ、やっぱりこうしてほしいなっていう変更をお願いしたりとか、で向こうでもう完成を作っておいて、実際にここのフロアの工事っていうのは短くしたいじゃないですか、はいはい、スタジオが使えない時間も、まあ、できるだけ使えるようにしたいですもんね。なのでできるだけもう外で工場でも完成の形を作っておいて、はあ、でそれをここで実現してもらうっていう、そういう形を。そういうことなんだ、はい、ベータの工事開始が1月で、はい、でもベータの発音エアはもう2月の頭にはやってますもんね、はい、これそうですね、確かに工事期間は短いけど準備にはもう相当な時間がかかっていると。はい、じゃあ具体的にどう変わったのかというところを見せていただきたいんですけど、あの回収の目的は何だったんですか。なんで変えなきゃいけなかったんですか。はい、やっぱり放送機器っていうのは放送事故っていうのは起こしちゃいけないもので、うん、マイクの声がちゃんと放送に出ないとか、はい、音が BGM 止まってしまうとか、ええ、そういったトラブルはあの長い間機械を使ってるとやっぱり壊れてきてしまうもので、で前のスタジオっていうのは15年使ってるんですね、はい、で MBS っていうのは自社製作率がすごく高くて、ええ、で24時間ずっと電源を入れっぱなし、はい、1年間ずっと毎日毎日もう朝から晩までね、はいはい、いろんな番組で機械を使ってると言ってると、放送用の機器といえども15年それだけ使ってるとここが壊れ、あそこのつまみがあの盛りへとか、そうです、ね、だん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 壊れてきて、はい、修理しても修理してもポコ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 壊れてきて、もう補修できませんっていうのがどうしても来てしまう。だいぶひどかったんですか、ちょっと最近までは2年ぐらい。そうですね、まあいろいろ頑張ってはもらってましたけど、やっぱりね、ところどころと、あとは15年も経つと作ってた部品がちょっともう生産してないんですよとか、そういったことも出てくるんで。なるほど、はい、修理したくてもできないような状況になってきていたと、はい、はあ、それでまあ改修工事が今回行われたわけですね、はい、でスタジオはアルファとベータがありますが、はい、これずっと私は思ってたんですけど、A とか B って普通言うじゃないですか、大体、はい、A スタジオ B スタジオとかね、はい、第1スタジオ第2スタジオとか、はい、なんでアルファとベータなんですか。はい、あの私も当時はいなかったんですけども、この建物を作った時に、はい、ここをどうやら銀河系と当時の、 あの上の方々は思ってたみたいで、名前がテレビのスタジオがギャラクシースタジオっていうじゃないですか、はいはい、ギャラクシースタジオって銀河ですよね、はあ、でそれに対して銀河にある宇宙域のアルファ宇宙域、ベータ宇宙域でガンマ宇宙域っていう風に名付けられた、ここ全体が宇宙と考えられてて。なるほど、ところから来てますよね。その名残がちゃんと残ってるわけですね、はい、アルファとベータに、はい、で、これバッとだいぶ変わったと思うんですけど、金額はどのぐらいかかってるんですか。これ金額はそれなりにかかってるんです、はい、前回のスタジオの工事の時と比べるとやっぱり7割ぐらい、これぐらいの予算でやりなさいよっていうのはありまして、まあ、ざっくり一スタジオやっぱり1軒分ぐらい、お家1軒分ぐらい、お家1軒分ぐらいなんですか。はい、はあ、2軒だったんですか。2軒経ちます。わあ、はい、えらいことですね。そうです、はあ、そうですか。でもそれだけじゃいいものがたくさん、こういい技術がここに詰まってるわけです、ね、その通りです、はい、なるほど。これ何人ぐらいで計画立ててこう入れ替えてっていうのをやってるんですかね。我々の技術スタッフも含めて工事業者もたくさん入っていただいて、うん、例えば床を張る職人であったり、ああそっか、壁のクロスを張ってくれる職人であったり、扉を入れ替えてくれる職人であったり、全て合わせると50人を超える方々が関わってくださってますね。それでも短期間で一気にバッとこう工事をしてしまったという。そうです、感じなんですかね。もう昼も夜もですね、深夜やっていただく業者もいて。はい、そうですか、はい、じゃあまあ実際にこのスタジオをね細かく見ていこうと思うんですけど、はい、まず我々こう出演者がスタジオに入って、わ、変わったなと思ったのは壁の色なんですよね。ああ、
壁の色これ変わりましたよね。変わりました。前もうちょっとあの地味な色っていうかクリーム色ですかね。クリーム色ですか、はい、ああ、これなんでこの色になったんですか。この色も技術が主導となっていろんなスタジオ更新ちょっと話進めさせてもらったんですけども、さすがにこういった色っていうのは技術のセンスじゃちょっとダメだろうというところで、はい、お願いをして編成の方で制作の方、はい、声をかけてちょっとそういった考える場を何度か設けさせていただいて、はい、でどうしますと次の色、うん、って言った時にいくつかの色のサンプルから、はい、センスのある先輩方が、はい、これでいこうと今ね、はい、いるこのベータスタジオは水色、はい、淡い青ですね、はい、腰壁が、はい、青ですね、濃いですね、紺色みたいな感じですね、はいはい、で床の木も前と比べると明るい白っぽい木目の、うん、はい、床になってますけども、はい、全体的に明るくいこうっていうのはみんなの共通の、はい、意見でしたね。確かにパッとこう明るくなったっていう感じはありますね。椅子もオレンジになってますしね、ここの、はい、ソファーみたいなところも、はい、天井は変わらずですか。そうです、天井は全く触ってないですね。あの照明は LED に変わりまして明るさを調整できるようになってますね。なるほど、はい、あともう一つ私気になってたのがここのスタジオは窓ガラスがあるんですけど、この前になんか七夕の短冊を長くしたようなのがいっぱいダーッと並んでるんですけど、これは何ですか。これ、これ音を吸音する材料でできたものなんです。はい、吸音カーテンみたいなものですか。吸音ブラインドみたいな感じですね。そうですね、あ、なるほど、あ、そういうことか。いわゆるブラインド、縦に並んでるブラインドですね。縦に並んでるブラインド、本当に、はあ、はい、これでこう明かりの調整もできるという、はい、これ今までなかったですよね。なかったです。やっぱり窓っていうのは音が反響してしまうんですね。どうしても本当は全部クロスの壁で覆われてる部屋の方がしっかりした声を取れるんですけども、はい、やっぱりこういった生放送する番組って外見えて雨降ってきましたねとか言いたいでしょ、うん、ってなるとやっぱり窓はありますと、はい、でもこういったブラインドを必要な時に閉めるだけで窓じゃなくて壁っていうような音の反射を抑えた効果が出るんです。そんな音変わるんですか。この変わりますよ、ってるだけで変わりますよ。で、まあ、全然まだ機材のことをね伺っていないんですけど、はい、マイクがちょっと変わったんですかね。はい、マイクはいろんなメーカーから取り寄せて聞き比べ喋ってみて、実際にアナウンサーの方にいっぱいマイク並べて喋ってもらって、はい、このマイクがいいかなっていうのは我々技術スタッフで考えました。それ誰が喋ったんですか。その時関岡さんです。ああ、はい、やっぱ部長ですね。男性は亀井アナウンサー。亀井さん、男女一応確認して。やっぱり男性の声と女性の声で聞こえ方も変わってくるんで。へえ。細かいところをそうやって調べて、はい、でじゃあ吟味の結果このマイクになったんですね。はい。はい、デンマーク製の。デンマーク製マイクとなっております。北欧からやってきたんですね。はい、北欧というかデンマーク製の DPA 社という、はいはい、会社のマイクになっております。DPA 社。はい。後ろに書いてある。ああ、本当だ。DPA って書いてありますね。レコーディングとかによく使われるマイクなので、うん、すごい感度のいい声で録音ができるというか、ほう、繊細な音も録音できるようなマイクになっております。あ、そうなんですか。はい、前よりはじゃあ音の細かい音を拾うということですか。そうですね。細かい音も拾えますし、はい、全部の音をきれいに拾ってくれるというマイクなので、低い音から高い音まで拾ってくれる。へえ。福島さんの声なら低い音もちゃんと取ってくれるので、はあ、そういい声でオンエアができるという。じゃあ音質もオンエア上ちょっと変わっている。そうですね、ということですね。かなり変わった感じ。かなり変わりましたよ。はあ、そうですか。はい、で福島さんが座って普通に喋ってるでしょ、うん、で突然このマイクで歌い出しても何の遜色もなく、うん、マイクを持ち帰る必要もないぐらいスッと、はあ、いけますね。歌用のマイクってまたちょっと違いますもんね、はい、普通はね、はい、それでもいけるぐらいにいろんなことに使える、はい、まあ、多様性のあるマイクということなんでしょうかね、はい、高いんですか。ですね、1本25万ぐらい、はい、これ一個一個聞いていったらもう合計金額やることになる。へ、実は分かってしまうかもしれないんですけど。そうですよね、はい、へ、前のマイクからすると5倍ぐらいのお値段。わ、そんなに違うんですか。僕たちが今回大切にしたかったのは、はい、限られた予算の中で何を大事にしようっていうところで、やっぱり FM も始まってますし、うんうん、ラジコでも聞いてもらえるし、いい音っていうのを目指しましょうと。そのためには最初に入ってくるマイク、うん、で聞くスピーカー、うん、
で操作するミキサーっていうこの3点は妥協せずにベストなものを選びましょうと、うん、でそういったところでこの3つに関しては一番いいものを選んで導入させてもらいました。へえ、はい、他の機材は何か変わってるんですか？今回変わったのはタイマーかな。ストップウォッチが2つ、前は1つだったと思うんですよ。ですね。でこれは生放送の時に、うん、あの時報まであと何分何秒ですよっていう、はい、カウントダウンが出る、はい、カウントダウンをディレクターから出演者の方に向けて、うん、あの示してあげるであったり曲があと何分ですよっていうそういう2つ同時に使いたい時のために 2K と、あ、曲はあと何分です、番組の終了まであと何分です、あ、そうです、そういうのがう、はい、まとめて分かるようになっているという。そうです。で過去に使っていたものよりもちょっとこうじゃあいろいろまた多様性が出てるってことですね。そうです、ね、いろいろできる、はい、まあ、このスタジオ内でいうとそのぐらいでしょうか。変化はあと何かこう見落としてるところはないですか？ああ、床なんですけども、床もともとあった床の上に15ミリのメープルの無垢材をこう1枚1枚ね、職人の方が丁寧に上に詰めて貼ってて角っこも処理して、はい、でこう綺麗にやってもらって今回は無垢材貼ってますので、うん、まあ、生き物なんですよね。こうちょっとあの乾燥したりちょっと膨らんだりとか、はいはい、そういったことをする温かみのある床になってるんです。へえ、風合いも出るし、じゃあ少し床が上がってるんですね。上がりました、比べると、はい、うん、確かに言われてみるとこの床のおかげで一気にこのスタジオ全体明るくなってる気もしますし、はいはい、木のぬくもりは感じますね。ありがとうございます。あの本当に地方の新しく建ったあの市役所とかの感じありますよね。なんかこういう感じで、ここのサブとスタジオの間って床が高くなったことによって、うん、あの段差、大きい段差があったの覚えてますか？ありましたよね、はい、うん、なくなりましたね。そこがあのほとんど平らになって、あ、じゃあそのバリアフリーになって車椅子なんかでも入れやすくなりますね。そうです、入れますね。なるほど。じゃあスタジオの横の部屋、いわゆるサブというところにじゃあこれから進んでまいりましょう。はい、じゃあ外に出ます。確かに段差がないサブというところにやってまいりました。普段ここから放送することはないですね。喋り手がここで喋って、何かをするということはめったにないと思いますが、そうですね、この反対側に来ましたよね、はい、ガラス2枚隔てたこっちですね、はい、球を振ったりとか、はい、それからこう技術の方がいろいろ操作をしたりする場所、コックピットみたいなところですけども、はいはいはい、これもだいぶ変わりましたね、はい、これがミキサーと呼ばれる皆さんのマイク一本一本であったり、はい、CD の音、いろんなあの効果音、はい、そういった音のバランスを取る機械、音をエコーをかけたり、うん、そういったことが全てできるミキサーと呼ばれる機械です。いっぱいつまみがついていて、でフェーダーというんですかね、この手前の方にある、はい、上げたり下げたりするようなスライドさせるものがあって、はい、で向かい側にはぴょこんとこう起き上がっていて画面がものすごく並んでますね。はい、これ何がどれだか何だか何だかなんですけども、はい、まずこのミキサーなんですけども、はい、あのメーカーはイギリス製のカルレックっていう会社、はい、カルレック、はいはい、のアルテミスというミキサーになっております。アルテミス書いてありますね、はいはい、あ、本当カルレックも書いてありますね、はい、これはどういう特徴のあるミキサーなんですか？はい、我々のミキサーの運用はディレクターが一人でパッと来てちょっとコメント取りたい、うん、っていうこともあれば、はい、ミキサーが楽器演奏するからちょっと細かくしっかりいろんなバランスをとって触りたいっていうこともあったり、はい、人それぞれいろいろな使い方をされるという時に、はい、このミキサーはもう自在に画面を変化したりフェーダーの並びを変えたり、うん、もうボタン一つで簡単にできてしまうんです。へえ、はい、ボタン一つでって、だってボタン山ほどありますよ。あ、ボタン2つか3つで信じられないほどの量のボタンがありますけど、はい、これ実はこっちのタッチパネルで、ね、こっちのタッチパネルで全て操作をするという感じです、ね、右側にタッチパネル、あ、本当は指で触ると画面が変わる、はい、例えば福島さんが触るってやったら自分の福島さんのファイルをオープンってしたら入れ替わって、はい、福島さんのスタイルに、例えば右の方にマイクを置きたいな、左は楽器のものをフェーダー置きたいなとか、はあ、で画面は僕はこんなの見なくていいからこれだけ見れたらいいってものを前に出したりとか、へえ、
あ、もうそのひな形みたいなものがいっぱい入ってるわけですね。そうです、その機械の中に入れることができて。そうです。でその番組に合ったひな形にタッチパネル一つで切り替えることができる。前はそうじゃなかったんですか？前もそうでしたけども、ええ、あのここまであのダイナミックに変化するっていうことはなかったですね。へー、いろんなものを自由に簡単に出せるという。はあ、簡単に難しいものがいっぱい出てくるんですね。スイッチ一つで、まあ、スイッチ一つで本当にいろんなことができるという。でもこ使い方を覚えるの大変そうですね。慣れです一応完成した直後にはみんなでトレーニングっていう期間を何日か設けて、はい、概要とかあとはまあ使い方ですよね。カルレックをこう代理店やってくれてる会社に来て実際設計した方にお話聞いて説明してもらったりとかしてみんなで勉強しました。アルテミスは使いやすいですか？今ミキサー宅に座ってくれてる山田純なんですけども、はい、彼にちょっと聞いてみましょう。あ、山田君 どうですか、これ使ってみて。そうですね、あの初めはなかなか使い勝手が分からずだったんですけど、はい、あのまあ、カラフルであの見やすいあのボタンにもなってますんで、まあ、あの音質もやっぱだいぶ変わっているなという印象です。もうパッと見て何のことだか全く分からないんですけどこれどう見たらいいんですか？EQ というと、まあ、音色を変えるところであったりとか、うん、それぞれの項目をこの前の液晶の画面で見れるようになっているという形です。あ、はい、そういうことか。その項目ごとにパネルを切り替えて、まあ、あの自分の調整したいところを画面で開いているというような状態です。前まではこれがタッチパネルじゃなかったという感じです。タッチパネルがパネルではなかったという感じです。ラジオを聞いている皆さんは多分全然想像もつかないと思いますが、細長いボタンの並びが縦にいっぱいあって、まあ、一番下のところにスライドができるようなボタンがあって、でそれが1本のマイクを指しているということですかね。でそのそれぞれのマイクの中でも言ったら高い音をどうするとか低い音をどうするとかエコーをかけるかけないとかそういうのの操作ができるという。そうですね。ことですね。かつ、ボタンそれぞれがその一つのボリュームを上げたり下げたりするというだけではなくて、うん、音の音色を変えたいというボタンを押せば、うん、まあ、ボタンにもそれぞれまあ役割を持たせることができるので、事前に教え込むことができる。そうですね。なんで今までは一つの役割しかボタンが持ってなかったんですが、はい、今回はそのモードを変えることによってボタンにもそれぞれまあ役割を変えて使うことができると。なるほど。これやっぱ音質変わるんですか？これでやってみましょうか。あ、そうなの。いいんですか？せっかくですのでその、はい、ここのミキサーを触れば、はい、声がどういう風に変化していくかっていうのを実際に体験してみましょう。はい、わかりました。じゃあ今日はあの信蔵さんが来て実はいるんですよね。おー、夜更かしの信蔵です。よろしくお願いいたします、はい、ずっと黙ってましたけど、はい、ずっと見学してました、はい、ボタンいっぱいあるなと思ってね見てましたけども。じゃあ、あの信蔵さんがスタジオに入って、はい、マイクの前で喋って、うん、はい、じゃその音質を こちらで変えてみましょう。変えるということをしましょうか、はいはい、なるほど、はい、大丈夫ですか？じゃあマイク一番の前にお待ちを。はい、信蔵さんがスタジオに入りました。普段は座ることのないメインので喋る人が座る席に座りました。初めての経験だと思います。カフを上げて。そうですね、初めてカフを上げましたマイクのスイッチが入りました。はい、でこの今、まあ、じゃあ信蔵さん何か喋ってもらいましょうか。はい、あ、じゃあのラジオウォークの案内っていうのが手元ありますね。こちら喋らせていただきます、はい、いよいよ今年もラジオウォークの時期がやってきました。卑弥呼の都を探る旅と題してお送りします。今変えてるんですね。日時は2018年3月21日水曜日、春分の日です。朝9時から夕方5時まで。メイン会場は奈良県桜井市芝運動公園運動場です。アクセスですが近鉄大阪線桜井駅、信蔵さんの声が聞こえない。 JR 桜井線、これ低い方、こっちが高い方の周波数なんです。歩いて25分。こんなに変わるんですか？はい、当日は桜井駅北口よりイベント会場まで臨時バスを運行します。明るい人と暗い人ぐらい違います、ね、もしくは JR 桜井線三輪駅下車、歩いておよそ10分です。前半のメインは大宮神社です。三輪山を眺めながら拝殿へと向かい、 その後山の辺の道を歩いて、気の弱そうな人になるし桧原神社を訪れます。強そうにもなるしみたいな、こういう。後半はラジオウォークで初めて訪れる。これを一人一人についてそうです、全部やってらっしゃるわけですか？はい、はあ、なるほど。信蔵さん、もういいです。ありがとうございます。なるほど、こんなに変わるんですね。そうですね。これを覚え込ませることができるってことですか？
か。そうです。はい、もう全部あのパソコンですので、保存しておいて、前回の放送はこんな声でだったので、この状態からまたもう一回始めましょうっていうのができたり、一から作ることもできるので。じゃあ浜村さんとかこんちゃんとかいうのの声がこう全部入ってるわけですね。このその人に適したマイクのこの形というか。はい、はあ、なるほど。いや、これはすごいですね。へえ。今度はミキサーのところに座ってください。はい、ミキサーの方に今移動しました。はい、こちらのオンと書いてあるボタンを、ボタンを押します。押していただくとこういうことができるということなんですね。はい、あとスタジオの照明もあれですか、変えられるんですか。はい、調光が、まあ、今回この上の照明は LED にするとともに、はい、あの調整機能を作ってもらいまして、もう番組の演出によっては暗い雰囲気で喋るもよし、なんかムーディーな、ま、番組なのに、真っ赤っかなところでね、ああそうか、明るいところおしゃべりできないですよね。確かにね、雰囲気作りが重要かと思いまして、喋り手への演出というか、こうちょっと 薄暗いバーみたいな雰囲気で喋ってる、ね、空気感作りたいときは、はい、おしゃれモンドとかちょっとスタジオ暗くしてやるみたいなことが、まあ、できるっていうことか。はあ、い、芸が細かいですね。細かいです。へー。あと僕らが3つこだわったっていうところの、まあ、ミキサーイギリス製って言いましたけども、はい、デンマークのマイク、はい、イギリスのミキサーってきて、はい、スピーカーはフィンランドにあるジェネレック製のものとなっております。ほう、ちょっとあの丸っこくて不思議な形をしたスピーカーですね。これどんな特徴があるんですか。特徴はですね、はい、マイクと同じなんですけれど、高い音から低い音まで綺麗にモニタースピーカーと呼ばれるものなので、うん、細かい音を調整するためのスピーカーですね。うんうん、じゃあリスナーの方たちにとっては直接的に影響するものじゃないけども、直接的にはちょっと分かりにくいかもしれないんですけれど、スタジオではかなり細かく調整したものをできる限りいいものを送り出すために調整しております。音の状態がどういうことになっているのかっていうのを正確に把握するためのスピーカーということですね。はい、これもじゃあこだわりの。そうです、高い、はい、8351っていうんです。8351、はい、やっさん濃いです。やっさん濃いで覚えてください。やっさん濃い、僕はそれでそうやって昨日覚えました。8351というスピーカーですか。はい、ジェネレックのやっさん濃いですね。はい、ちなみに僕安成なんで、もうやっさん濃い、もう僕自身の、はい、そういうイメージで覚えてもらったら、はあ、なるほど、いい、藤田さんがこっちに来るイメージでやっさん濃いのスピーカー使ってると、はい、いうことですね。なるほど。いや、本当に細かいところにいろいろ気を使って出来上がったのがこの新スタジオなんだなということがよく分かりました。はい、ベータをたっぷりと見てまいりましたけれども、アルファスタジオはこれ何か違うんですか。使う人一緒なので、うん、同じような仕様にしています。ただし色は向こうはオレンジ基調でガラッと変わった、こちらが水色で涼しい雰囲気だとすると、はい、向こうはオレンジで暖かいスタジオになってます。じゃあひょっとしたら番組の喋り手の雰囲気も変わってるかもしれないですね。そうですね、だからアルファで放送しているこんちゃんの番組なんかすごく暖かい雰囲気でお送りしていて、南国風な、そうですね、はい、松井愛さんの愛してなんかはベータですからちょっと涼しい感じでお送りしていることに実はなってるのかもなってないかもしれませんけどのですね。ああそうなんですか。はい、じゃあ最後にですね、今回の回収ですが、はい、ご自身としては何点つけましょうか。あ、もう満点、満点と言いたいところですけども、はい、ちょこちょこっとまだ調整していかないといけないなっていうところであったり、はい、僕はこうしたかった、うん、僕はもっとこうしてほしいみたいな意見はやっぱりどうしてもこんだけの使う人数の方々いると出てきてるので、はい、これからあの使っていく上で皆さんが慣れていったり、はい、修正していこうかと言って直していったりしながら、あの満点のスタジオにしていったらいいんじゃないかなと。あの若いアーティストが来てここでパーソナリティやりたいとか、うん、新入社員がいつかここ俺一人でミキサーやりたいとかディレクターやりたいとか、はい、そう思ってもらえるスタジオになるのが一番ですよね。憧れのスタジオになれるように、うん、はい、これからじゃあみんなでスタジオを作っていくという、はい、こ
ことなんでしょうかね、はい、なるほど、もうこれから私スタジオに入って喋るときにはもう再敬礼をしてやっぱ喋んなきゃいけないような気分になりました。本当知らないところでいろいろな細かな調整が行われていたんだなということがよく分かりました、はい、ということで今日はですね、新しくなりましたスタジオを徹底解剖ということで見てまいりましたが、かなり細かく変わっているんだなということがよく分かりました。ありがとうございます。普段なかなか知ることのない世界なんで、はい、面白かったです。今回9月から半年空きましたけども、はい、もう半年も空けずに、はい、また技術にスポットライトを当ててください。ぜひ当てられる、あと何当てたらいいですかね。特に新しくするものはないんですけども、はい、まだまだラジオマスターっていうここで作った音を出していく部屋があったり、生駒に行けば送信所、高石に行っても送信所ありますので、そういったところを説明させてください。ラジオ技術のことをもっと伝えたいんですね、はい、世の中に教えてあげたいんです。わかりました。ぜひそれはまたちょっと興味深い世界だと思いますので、はい、その時はまたよろしくお願いします。今日はラジオ技術の世界第2弾、祝新ラジオスタジオ徹底解剖ということで、ラジオ技術の藤田さん、そして小池さん、阿部さん、お三人にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。島信弘のどうぞお構いなく。オシャレモンド、皆さんにおしゃれな回答を送っていただくおしゃれモンドのお時間がやってまいりました。今日皆さんに教えていただきたい質問はこちらです。ねえ、大人になるってどういうこと？割と王道の質問ですね。大喜利にも使われやすい。この質問にどう答えたらおしゃれなのか見てまいりましょう。まずは大阪府高石市にお住まいのラジオネームひまわりさんのおしゃれ回答です。ねえ、大人になるってどういうこと？無意識にとりあえずビールと言えた時かな。おしゃれですかこれ。おしゃれかな、どうだろうな、おしゃれなのかな、うん、まあでもそうかもしれませんね。兵庫県尼崎市にお住まいのラジオネームあずさんからいただきましたおしゃれ回答です。ねえ、大人になるってどういうこと？それはね、お子様ランチの味が物足りなくなるってことさ。なるほど、おしゃれですね。結構早いですけどね、時期で言うと。お子様ランチも小4ぐらいの時にはもうちょっと嫌だなと思い始めますからね、量少ないなってね。続きまして稲川町にお住まいのラジオネーム円華月さんのおしゃれ回答です。ねえ、大人になるってどういうこと？僕は小学生の頃から習字を習っていたので、久しぶりに筆で大という漢字を書いてみるよ。ほら、大という字は人が両手両足を広げて立っているという意味があるんだ。世の中のすべての人々からの愛を受け入れる準備ができているっていうことだよ。香りのことは大好きだよ、だそうです。おしゃれですか？もうおしゃれって何かちょっと分かんなくなってきましたけど、僕は小学生の頃から習字を習っていたのでって、なんかちょっといいやつだなこいつって思いますよね、言われた時ね。続きまして兵庫県神戸市にお住まいのとんがらしさんが送ってくださいましたおしゃれ回答です。ねえ、大人になるってどういうこと？教えてあげてもいいけど、授業料は君の唇だよ。さあ香織、照れていないで顔を上げてごらん。やめなさい、やめなさい、本当にアナウンス部長ですよ、部長ですよ、うちの。やめなさい本当に。大阪府池田市のラジオ日和さんが送ってくださいましたおしゃれ回答です。ねえ、大人になるってどういうこと？
それはね、自分のことだけじゃなく、いかに他人のことに気を配れるかってことだよ。例えば売れてない先輩芸人がいたら、面白くなくても我慢して自分の番組で使い続ける思いやりが大人になれる条件なんだよ。なるほどね。そうかもしれませんね。そういう意味では僕はまだ子供なのかもしれないな。さしてください。たくさんのおしゃれ回答が届いておりますが、その中で最もおしゃれだったおしゃれ大賞をお送りしますのは、大阪市淀川区寿司カレー65歳さんのおしゃれ回答です。ねえ、大人になるってどういうこと？それはね、好きな人の目の前で好きですと言えなくなった時だよ。そう、今の僕のようにおしゃれです。寿司カレーさん、さすが人生経験を積んでらっしゃいますね。ありがとうございます。寿司カレーさんにはおしゃれなものをお送りいたします。さあ、それでは次回の質問です。次回はこちらです。ねえ、どうして力士は裸なの？こちらが次回のお題です。何を言い出したんだ急にと思いますね。どうしたらおしゃれ、もうスタート地点がおしゃれからもうマイナスの方向に進んでますから、どうプラスおしゃれに変えることができるのか、皆様のお知恵拝借でございます。ぜひともお送りください。宛先はファックスの方は大阪06-6809-9090、メールの方は小文字で fuku@mbsh179.com まで、3月13日まで受け付けております。以上、ウジャラマンダーでした。おしゃれ、もうお別れの時間がやってきました。皆さんどうですか、ラジオ技術の世界はなんとなく理解していただけましたでしょうか。まあ、分かんなかったら分かんなかったでそれで結構、それも前提の上でお送りするのがこの番組でございますね。この番組では番組へのご意見、そしてお金5000円がもらえる極楽リクエストもやっとお待ちしております。今月の宿題もありますよ。生の時だけ575大募集しています。テーマはさよならです。さよならが入りました575、お一人3作品までお送りください。で、宿題の提出期限は今月の末の金曜日、3月の30日までです。そしておしゃれ問答も募集しています。ねえ、どうして力士は裸なの、なぜ力士は裸なのか、その質問におしゃれに回答してください。提出期限は3月の13日の火曜日なんですが、次回の放送はですね、特別企画でお送りいたします京阪神三大水族館サミットと題しましてですね、京都水族館、それから大阪の海遊館、そして、須磨海浜水族園、この3つのですね、水族館の関係者の方にお越しいただきまして、これからの関西の水族館はどうあるべきか、それぞれの水族館はどんな特徴があるのか、仲いいのか悪いのか、その辺も含めていろいろとお話を深めていこうと思っております。なんと2週にわたってお送りするですね、大変ビッグな企画でございますので、その煽りを食いましてですね、おしゃれ問答は、再来週発表いたします。なぜ力士が裸なのかは再来週明らかになるということでお送りいたします。水族館でね、一体どんな話が聞けるのか非常に楽しみですが、どうぞお構いなく。